皆さんおはようございます。ようこそ救世軍横浜招待祈祷会にお越しくださいました。皆さんお一人お一人を心から歓迎いたします。2018年、皆様の祈りに支えられて、神様は不思議な技を私たちのうちに行ってくださいました。神様は私たちのうちに今日も不思議な技を表したいと願っておられます。2018年も残すところあと2日になりました。神様がこの2日を通してまた大きな技を成してくださるように、そして2019年にさらに大きな技がなされるように、私たちは祈りを捧げていきたいと思います。ご一緒にキリストには変えられませんを賛美していきたいと思います。聖書の御言葉を読みたいと思います。聖書は新約聖書テサロニケの手紙1:5-16でございます。テサロニケの手紙1:5-16-18。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。神が私たちに望んでおられることが、この聖書の御言葉の中に3つ記されております。しっかりと見ていきたいと思います。第一に、いつも喜んでいなさい。私たちはいつも喜んでいるでしょうか。目に見える現象だけを見るときに嫌だな、辛いなと思うことが起こってまいります。しかし私を愛していてくださるイエス・キリストを見上げるときに、私たちは喜ぶことができる。神様は喜びの源です。私たちの状況、置かれている状況が
決して良くない状況の中でも神様を見上げるときに私たちは喜びがあふれてくる。だからいつも喜ぶことができます。第2に、絶えず祈りなさい。神が望んでおられることは絶えず祈ることです。神様は2018年、私たちの祈りを聞いてくださった。一つ一つの祈りの中に確実に働いてくださいました。私たちは今まで以上にさらに祈りたいと思います。そして神に期待して、本当に神様がこの祈りを聞いてくださるという信仰に立って祈るときに、神様はその祈りを聞いてください。いつでもどこでも神様は24時間365日体制で私たちを見守っていてくださることを思うときに、私たちは絶えず祈りたいと思います。第3番目に神が望んでおられること、どんなことにも感謝しなさい。1年間を振り返るときに、いろんなことが皆さん起こったと思います。神様がその中に働いてくださったということを知るときに、私たちは感謝を捧げることができます。どんなことにも感謝をしなさい。現実には嬉しい出来事だけではなくて、辛い出来事やどうしてこのようなことが起こるのだろうかと思うようなことも私たちの生活の中には起こってまいります。しかし聖書を見ますときに、神様は万事を益としてくださる。人間的には、ああ辛いな、嫌だなと思うような出来事さえも、神様は益としてくださって、必ずそれを神様の栄光のために用いてくださる。そのことを私たちが知っているときに、どんなことにも感謝を捧げることができるわけでございます。今日も私たちはこの3つの神様が望んでおられることをしていきたいと思います。そして2019年、さらにこの3つを強化して神様の技を見させていただきたいと思います。一緒に祈りの課題について見ていきたいと思います。祈りの課題1、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝できるものとなれますように。このようなものに私たちはなりたいと思います。2、2019年に今まで経験したことのないほどの神様の技が表されるように。2019年に今まで経験したことのないほどの神の技が表されるように。3、クリスマスの集会に集った人が信仰に導かれますように。4、病気と戦っている人に神からの癒しと平安が与えられるように。5、信仰を大胆に証しできるように。私たちはいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝して、2019年、神様が今まで私たちが経験したことのないほどの大きな御業を表してくださることを信じて、それをしっかりと見たいと思います。そのためには私たちが今まで以上に祈らなければいけません。祈るときに神様は私たちが思いもしないような方法として技を表してくださいます。今日一緒にお祈りできますことを心から感謝します。2018年の感謝と2019年の神様の御業を期待して一言お祈りいたします。神様、2018年あなたが不思議な技を行ってくださってありがとうございます。2019年、私たちが今まで見たことのない技を見ることができますことを感謝をいたします。神に期待いたします。神様、どうぞ私たちが本当に喜び、祈り、感謝するものとさせてください。神様の圧倒的な力を感謝し、イエス・キリストの名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さんの祈りに心から感謝いたします。2019年も神様に期待して歩みたいと思います。ハレルヤ。